吉岡里帆さんの倒し方教えてください。なるほどな。強敵ですね。うん。どう？いや、もう、一殺されますよ、俺は。一瞬で KO されます、ね。一瞬で倒されない。はい。勝てない。勝てないです。マジで？武井さん勝てます。俺勝てる。なんだって、ドーメンばっか作ってんだろ。そんなもん。はい、お湯入れるわ。な、まずこうやって巻いて、はい、あ、なんかこの、粉のほら、スープをこうやって切って入れて、つって。はい、行くよ、お湯入れるよ、つって、はい、つって、3分待ってね、つって、じゃあここ待っときな、つって、はい、つって、こうやって座って待ってるわけじゃん。3分、まだ ?3 分まだみたいなこと言って、まだだよ、つって、2分、2分、あと1分、みたいなこと言って、1分、つって、はい、あと10秒、みたいな、あ、10秒前みたいな、9、8、7、6、みたいなだろ ?3、2、1、うわーつって開けるわけじゃん、こうやって、ドンビッツ、ドンで開けるわけじゃん。開けたらもう両手開いちゃってるわ、座ってるわ、ここ頭あんだから。手も使っちゃってるし、頭こがんの、そのまま横が引いた。ビダーンつって。ズコーンつって。もう、それは許せないですよ。横。ダメですよ。側頭部にガーンブヤーンもう全国のもう男性から殺されます、それやったら。え？全国の男から殺されます。いや、俺から手出すことないよ。ドンゲツネが、もう何、何リホちゃんが、竹椅子を気に食わねえと。やってやるって言うんだったら俺だってやりますよ。そんなもん、そんな言われて俺も黙ってるほどおとなしくないって、百獣の王だって言ってんだから。俺に戦い挑んできたらそういうことになるわけですから。なるほどね。勝ちたかったら登録しとけ。